はい、3月15日水曜日リリースされましたセブンスシングル Everywhere I Go の、楽曲紹介イエーイ、どんどんどんパフ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 ということで、はい、メンバー皆さん各それぞれですね、その Everywhere I Go の聞きどころ、おすすめポイント、なんかさ、こだわりポイント、では僕からいきますね。はい、エブリーはね、まあこの間カウイズ出したけど、まあ、聞きましたか、うん、皆さん聞きました。めっちゃポップでメジャーな感じとは ね、また逆に今まで、ちょ、まあ俺らっぽいよね、こっちの方が。確かに、ね、みんなが思ってるちょっとなんかエモとか、うん、みたいな、そうだ、俺らっぽい曲にはなってるんですけど、うん、壮大感とか、はい、そういうのはやっぱり難しい、うん、あとビートが結構俺はあれかな、こだわった、そうだね、まあ、てかユキが曲を持ってて、うんうん、そこに俺が、まあ、結構でも最近のね、なんかね、鉄板ラインでカフェの流れでも作って、そう、やっぱ俺なんかやっぱラッパーなんで結構ビートにはこだわりがありまして、結構つけたくなっちゃうんで、ブルッブルッみたいなね、結構ね、でもその隙間を打つドラムとビートとのこうなんか隙間を埋めるのが俺結構好きで、重ねてるだけじゃなくて、なんかそういうね、なんかリズム感とかもで、また今回も結構インフンだりメロでもいろいろ刻んでるんで、結構なんか曲はメロディーとかキャッチなんだけど、リズム感がね気持ちよく弾けると思うんですよ、うん、はい、でもベースもね結構目立つし、なんか結構リズムに意外と焦点を当てた楽曲になってるんで、まあ、あとは俺たちの今までから継承してきた壮大感みたいなのは出てると思うんで、はい、なんかねちょっと背中を押すようなね、まあまあそういうの曲多いけど、僕たちそういう曲しか書けないんで、僕プッシュ、はい、なんかプッシャーって感じで聴いていただけたらと思います。はい、プッシーくんでお願いします。ロックアウトです。いやー、以後本当リズムにみんな着目して聴いてほしい曲だなって思ってして、ドラム的に言うと、意外と紙リズムよりもシンプルなのを意識して聴きました、うん、ビートが結構入ってる曲で、それとの兼ね合いの具合に、トラップのビート使ってるからビートのね、あんまバンドで多分やってるやついないと思う、これ、ここまで。そう。ラップ系のビート。良さを消さないような、消さないように、あんまり攻めすぎないような気がしました。マジックシリンダーしないように。トラップチャンピオンみたいな。はい。で？で、まあ、曲もそうなんですけど、ミュージックビデオもね、ちゃんとチェックしてほしいですね、うん、確かに間違いない、かなり過酷だったから、忘れた、うん、忘れてた、そう、 MV のことめちゃくちゃ過酷だったんで、そう、記憶から消し去ってたな、それマジで見てほしいですね。僕たち、カウントまでずっと行ったんで、はい、え、何待ってというわけでね、はい、エビエーアイゴー、じゃあ皆さんよく聞いて、はい、よく見て、うん、拡散して、もう俺の締めみたいになってる。やめてくれれば、ね、半分だから、はい、という感じです。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。はい、皆さんごきげんよう、アザイブのデスケンタです。グリーウェアアイゴー、はい、これ皆さん翻訳してみてください。意味わかりますか？翻訳好きで、ヘビの画面の、そういうの多くない？訳させるよね、ヘビの画面の、お前待ってよ。じゃあ皆さんコメントで待ってます。でコメントしに行きます、はい、正解したあなたには、ペイペイで500円送金します、はい、それでやるんだったらさ、プレゼント企画とかやったら、ね、多分確かに、でもコメントだったらみんな調べちゃうから、しかもペイペイでやったら電話番号とかバレるからね、いいよ、 LINE 交換しよう。で、まあ曲に関しては今回まあ同時期に何曲かを作ってるんですけど、ね、ちょっとベースを全体的にこだわって、結構動くフレーズを意識して作りました。で、カムウィズもそうなんだけど、カムウィズミーは僕たちのファンクな感じ
跳ねるような、生きるような、ブルーノマーズ、ブルーノマーズ裏で感じるようなあれなんだけど、今回のエブリデイアイゴーは16ビートをやってるんだけど、その中にも変なところで決めを決めって分かりますか？ボーカルのラインに沿ってベースを弾いたりとか、ちょっとエロティックなラインを弾いてます。なんかな、ここで話し合ってマスクとんでもない、どうぞ、すいません、いや、とんでもないです。とりあえずやってたわけ。でもマジベース結構目立ってて、うん、なんかそうなんですよ、今回なんかベース多いですよ。やったね。だって MV もそれで言ったらな、俺とさ、ペンっていうかベースとボーカルだけで撮るシーンだけど、多分この世のバンドでやってる人あんまりいないよ。あそこで撮りたい撮りたいって、あれ大体ああいうシーンで俺とキャストだよね。確かになんでお前だけ向かい合ってる謎なね、まあ、いいな、ね、新しいな、いいカットです。斬新だ。あとは曲の合間に流れ動機のところでちょっとこういう感じ、はいね、今ちょうど当たってるところがかゆかったんだよね。よかったよかった。誰もいない、もう悪かった。違った多分合ってるよ、多分合ってる誰もいない、あ、違うかの後、その後ね、この二面性を持ったすごいいい曲、うん、言ってくれよな、それな。てか TikTok めっちゃやってるんで、皆さん TikTok とかにもいっぱい上がってるんで、あのコメントして投稿してほしいです。このようにぜひぜひよろしくお願いします。終わり、はい、はい、じゃあ終わりました。ということで終わりです、皆さんありがとうございます。そんな感じなんで、おしまい、エブリデイアイゴーぜひ見てください。おしまーい。よろしくー。よろしくー。じゃあねー。はい、ビーノス。あれ、みんな何か忘れてないですか？そう、ですね、最後私ですね。お願いします。この曲、前回の Come With Me に引き続きですね、結構コード進行というものにこだわりをしました。確かにコード進行しかいない。そう。いや、今回2曲はぶっちゃけコード進行から、そうじゃなくてこれ説明したじゃんね。だコード進行とはあのドレミファソラシドのアビロリスゼーまた始まった煽りやろ、そうだからね、見たことあるな、これもっとさ、分かりやすいようにさ、分かりやすいようにね、ここが、うん、あのこういう感じでかこういう雰囲気で、うん、すごい耳が聞きやすいよとか、この歌のここ、うん、めっちゃ好きなんだよね、あとか、そう、なるほどね、みたいなさ、分かりやすいです。じゃあ、OKOK、じゃあまず一つ目、サビですね、はい、サビ、サビにはストーリー性があります。お、はい、まず、サビの前半、コード進行がやめる、でも本当にちゃんと、まとめた、ニューアズアイアムをしっかり意識して、そっちの方向にこう自然に行けるようにね、意識してよりポップな要素も取り入れた楽曲になってるんで、まずそこに関してはこれからアズアイアムを知ってくれる人も、これまでアズアイアム聴いてくれてる人たちもこう流れてしっかり僕らについてこれるようになってる楽曲だと思うので、しっかり聴いて、しっかりライブで縦に乗っちゃってください。まあちょっと分かりづらかったんですけど要約するとエモーショナルだけど聞きやすい要素を音とかで散りばめて、そうですね、ちょっとね、うん、バンドサウンドとしては結構新しい僕たちを見せられたんじゃないかな、うん、みたいな話ですよね。そう、はい、まだまだっていう通訳でした、皆さん字幕にまだまだいろいろチャレンジしていくので、曲を作ります。この後のまた曲たちもまたいろいろ新しいかっこいいね、僕たちを見せられると思って思うので、引き続きチャンネル登録、高評価、 Twitter のフォロー、インスタのフォロー、 TikTok のフォロー、そして公式 LINE の友達追加、全てお願いいたします。皆さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくー。
はい、はい、なんでエブリベアイゴバイバイ続かずに